京子とひろしとあきなでお送りしています。サタデーホットリクエスト、全員独身で生放送中。噂のホットゲストパート2。はい、噂のホットゲストパート2、このコーナーの進行はひろしとあきなです。本日のお客様は2007年 You Love Me でデビュー、次世代アイドルとして注目されていますバニラビーンズのお二人です。どうぞどうぞ。わー、かわいい。素晴らしいスタイルのお二人ですね。わあ、どうぞどうぞ。わあ、はじめまして。はじめまして。こんにちは、よろしくお願いします。素晴らしいですね。ジャケットの衣装ですか。はい、そうです。赤と黒の、はい、私服です。お、シルク、はい、シルクなんですか。私服です。あ、シルクごめんなさい、シルクじゃなかったですね。どう見てもシルク生地じゃないなと思ったけども、朝起きた時からこの格好してますっていう設定です。設定ですって、それ言う必要ないんじゃないですか。設定っていうのは設定押しで、設定押しで、はい、これ来て、起きてると、はい、なるほど。じゃあ自己紹介の方をお願いします。はい、皆さんこんにちは。北欧の風に乗ってやってまいりました、清楚でイノセンスな雰囲気を持つ女の子のユニット、うん、バニラビーンズです。私バニラビーンズのキノコ頭担当レナです。はい、趣味はアイドル研究、はい、愛読者はアイドル雑誌、はい、今一押しの女の子は川島海香ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。いろんな情報が入ってたな、もうすごい。はい、そして、皆さんこんにちは、バニラビーンズの外羽根頭担当リサです。趣味は海外旅行とお買い物で、うん、今一番行きたいところはニースとモナコとハワイです。よろしくお願いします。お願いします。あれですね、もう意思がはっきりしてますね。ニースとモナコと、ね、ハワイです。ハワイですか。うん、はい、2人とも全然違いますね。はい、セレブと庶民の格差ユニットでやらせていただいております、はい、っていう設定でやらせてもらってます。はい、はい、うんうん、たくさん設定があるんですよ。本当、はい、そうなんですか。すあ、セレブで、うん、はい、セレブのリサさんは、セレブだからそんなことない。エコノミークラスに乗ったことがない。はい、リサさん、でもこのお仕事を始めて乗らせていただいて、うん、すごい楽しかったです。あ、普段は、うん、隣の人と近くてね、楽しいです。すごい、ね、密着感がいいな。密着感がたまらないと思います。新幹線もじゃあグリーン車ずっと乗ってたってことですかね。そうです、プライベートは、はい、お仕事で、うん、普通の席に座らせていただいた時に、うん、おしぼりが出てこないんですけどみたいな感じで。あ、そこはもうテレビだから、はい、やっぱりグリーン車はおしぼりが出るんですか。出るね。出るんですか。はい、はあ、やっぱりレナさんは、はい、庶民だから、まず新幹線のまま乗ったことがなくて、私、うん、夜行バス派だったんで、はい、なるほど、時間をかけてね、はい、はい、だから飛行機とかも乗ったことなかったんで、飛行機に乗れるだけで全然嬉しいです、うん、ありがたいという、はい、でもそんなお二人ですけど衣装はね、うん、同じ素材ですよね、うん、はい、同じ素材です。そこは、うん、納得してるんです か、はい、ですか、リサさんは。もちろんです。あ、そうなんですか。すいません、ありがとうございますなんでそんな卑屈な感じなんですか、リサさんは。なんか、ね、そうですか。はあ、そうなんですか。レナさんはなんと学生時代バイトでたぬきの焼き物を売っていた、はい、たぬきの焼き物、私北欧経由滋賀県出身で、北欧の風に乗ってやってきたんですけど、アイドルにすごいなりたくって、はい、アルバイトでたぬきの置物を売ってました。よくね、金持ちの家の玄関の前に置いてあるやつでしょ、はい、大きいやつね、はい、金持ちほど大きいたぬきが置いてる、はい、それ売ってた。売ってアイドルになるための資金を貯めてました。貯めてきたんですか。もともと好きなアイドルって誰だったんですか。モーニング娘さんですね。オーディションもね、はい、受けて合宿まで行きました。行、はい、けど落ちました。落ちて、はい、で、リサさんはどうやって、うん、この歌手になるまでの道のりといいますか。知り合いの人にちょっとこういうのがあるんだけど、はい、やらないみたいな感じで軽い感じで、あ、じゃあやってみますと、うん、はい、身長も高いですもんね。うん、アルバイトとかの経験はないです。ない、はい、
あんまないって言ってた方が楽しいみたいな。楽しいみたいな。設定的にね。設定です。はい。定はい、設定。ないという設定でやってます。設定、はい、セレブは、セレブはアドバイスしないという設定で。はい、設定って言わない方がいい。言わない方いいんです。設定、設定ですっていう設定なんですよ。いや、ややこしい。はい。というセレブだね。設定という設定なんですよ。本当ですか、はい、最近やっと固まってきたんですよ。その、今までもっとグダグダだったんですよ。設定が。あ、本当ですか。あ、うん、あとあれですね、あの、目標があるんでしょ、なんか、あの、リサさんの方は。あります。セレブのリサさんの方は。うん、私は、あのカップラーメンというものを食べたことがなくてですね、うん、すごいみんなにバカにされるんですよ、うん、食べたことないのみたいな感じで、うんうんうん、なので、うん、今年中にはちょっとカップラーメン食べようかなと。今から食べればいいじゃない、もうこの帰りにでも。そうですか、はい、でもなんか一人で解禁するのは寂しいので、うん、ぜひ企画ものにして、ね、いただいてと。あ、もうそれカメラで追って、はいはい、あ、めんどくせえテレビですか、すいません、カップラーメン食うのにカメラで追わなきゃいけないの、はい、ここまで引っ張ったら。そっか、セレブがね、資金もセレブがあの出してくれると思う。そっかそっかそっか、はい、カメラ機材とか代も、はい、ぜひやりたいよね、はい、うん、なるほどなるほど、お願いします。本当のセレブなんですよ。うんうんうん、本当の、はい、で、レナさんは何か目標とかあるんですか。目標ですか、レナさんの、うん、これやってみたいなとか。これやってみたいな、やっぱりエコノミークラスじゃなくて、うん、あの上のクラスに乗ってみたいな、はい、移動の時グリーン車とか乗ってみたいなって思います。すいません、音楽の話じゃなくて。セレブ のリサさんがお金出してあげればいいじゃないですか。あ、そうだそうだ、全然それでもそういうのはありなんですかね。あ、ありですよね。なんかいろいろあるんですか、ダメなんですか。事務所の方針的に何かあるのか。首ひねってますね、皆さん ね。格差をこうつけなきゃいけないっていうのがあるんですか ね。うん、まあ、それも設定で。なるほど、はい、設定なので、はいはい、あくまで設定なので。設定っていう、あ、そうですか、もうそれ言っていくという。全然育った環境も違うんですけれども、はい、そもそも2人が出会ったきっかけって何だったんですか。私は北欧経由、うん、滋賀経由で、あの、東京にあの、うん、アイドルになるために出てきたんですよ、うん、でそこで今の社長、ちょいわる社長っていうんですけど、はい、ちょいわる社長にスカウトされて、うん、あのバニラビーンズを結成して、で相方を探しているということで、うん、ちょいわる社長が、連れてきたセレブのお嬢さん様がです、みたいな。ただでもそのね、うん、2人はちょっと全然育った環境が多分違うんでしょう、うん、そういう設定でしょうから、はい、そうです。違うでしょ、はい、違う、あれがね、はい、うまくやれるんですか、その、うん、全然環境が違う、価値観だってきっと違うと思うので、ね、でもお互いすごく新鮮で仲良くできます、はい、うん、あ、はい、なるほど、楽しいよね、うん、楽しいです、うん、新しい発見がたくさんあります、うん、レナさんの方はなんかカチンときたりしないんですか、なんかあのセレブに対して。全くしないですね。本当ですか。育った環境も違うし、そう、リサさんは楽しい、いろんな人種がいるんだなみたいなんで楽しいです、はい、なるほど、うん、リサさんはないです。そうですね、うん、なんかいろいろ教えてくれます。ああ、どこどこのラーメンが美味しいよとか。